皆さん、こんにちは。お笑い芸人の今来るよさんが27日、膵がんのため、大阪市内の病院で亡くなりました。28日、所属の吉本興業より発表されました。1970年に高校の同級生だった今来るよさんと共に、女性漫才師の今来たよさんに弟子入り、73年、女性漫才コンビ、今来るよ、来るよを結成しました。男性中心の漫才界で、お互いの体型や派手なファッションなどをネタにし、体を張ったギャグや軽妙な掛け合いで人気を集め、80年代の漫才ブームに乗って一世を風靡しました。1984年情報漫才大賞の大賞など多くの賞を受賞し、女流漫才のパイオニアとしてテレビや舞台などで活躍、長年にわたって幅広い人気を集めました。来るよさんはどやさのキャッチフレーズでもおなじみでした。来るよさんは2015年5月28日に胃がんのため亡くなっており、訃報からちょうど9年で、来るよさんの訃報も伝えられる形となった。コンビ時代には様々な賞を受賞していました。2022年4月に行われた吉本興業の特別公演伝説の一日に出演した際には、感極まってます、ほんまに久しぶりやから、お客さんもいいお客さんやったね、ほんまにどやさやったわ、どやさ、とのコメントを寄せていました。以下は訃報全文になります。今来るよ、訃報のお知らせ。弊社所属、今来るよ、今来るよ、本名坂井末子、坂井末子、年齢非公表が5月27日月、膵がんのため大阪市内の病院で逝去しました。通夜は5月30日木19時、葬儀告別式は5月31日金13時、大阪市北区天神橋4642の公益社天神橋会館で執り行われる予定です。京都市出身、1970年に今来たよに弟子入りし、その後高校時代の同級生で同じソフトボール部だった今来るよ、2015年5月に逝去と、今来るよ来るよを結成。細身で濃いめのメイクとつけまつげがトレードマークの来るよと、ふくよかな体型に派手な衣装の来るよが、お互いのルックスやファッションなどをネタに、体を張った軽妙な掛け合いで人気を集めました。1980年代の漫才ブームに乗って一世を風靡し、その後も女性漫才師のパイオニアとして劇場やテレビ番組、 CM、 映画など多方面で活躍しました。後輩たちに舞台衣装の靴やスーツをプレゼントしたり、食事をご馳走したりと、後輩思いの一面もあり、お腹をポンと叩く仕草や両手を顔の前で交互に前後し、どやさという言葉は来るよを慕う後輩たちがこぞって真似をし、来るよの代名詞的なギャグになりました。1981年上方お笑い大賞金賞、1982年花王名人大賞最優秀新人賞、1984年上方漫才大賞大賞を受賞するなど、数々の賞を受賞、また関西演芸界の発展と振興に貢献したとして、2023年に今来るよ来るよで第26回情報演芸の殿堂入りを受賞しました。近年は来るよが亡くなった後ユニットを組んだこともある中川家ら後輩の活躍を楽しみに過ごし、2022年4月なんばグランド花月で開催された吉本興業創業100周年特別公演伝説の一日に出演したのが最後の舞台になりました。皆様には個人生前に賜りましたご厚誼に深く感謝しますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。なお自宅住所もしは非公表とさせていただきます。通夜、葬儀告別式への一般の方のご参列及びメディアの方の取材は固く辞退させていただきます。お別れ会の予定は現在のところありません。昨今ぽっちゃり体型の女芸人たちがテレビを席巻していますが、草分けといえば今来るよ来るよの今来るよさんでした。痩せ型の相方来るよさんが亡くなったのは9年前、
その実弟とクルヨが裁判沙汰になっていました。2019年6月にクルヨさんが育代さんの実弟に約2700万円を支払うよう求めた裁判は、一審でクルヨさんが勝訴、実弟が控訴するも認められず、昨年9月に判決が確定しました。そもそもこの金は何なのでしょうか。裁判資料によると、実弟が博打などでこしらえた借金を、スキャンダルを恐れたクルヨさんが実弟に貸付を行う形で清算させたもの。裁判では1990年に作成された約3300万円の借用証書や町金や友人など各方面に返済した際の振込金受取書や領収書が証拠として提出されました。なお、借金のうち約600万円は育代さんと実弟からクルヨさんにすでに返済されており、そこに争いはなかったそうです。また二審で一部が二重に計算されていることが判明したため、確定判決はそれらを差し引いた約2600万円を支払うよう実弟に求めています。とにかくクルヨさんはひどいですよと嘆くのは実弟ご本人。裁判は弁護士を立てず本人のみで戦ったといいます。判決には今なお不満をお持ちですが、それはともかく、クルヨさんは私が今住んでいるマンションを二審判決が出ないうちから差し押さえてきたんです。このままでは住む家がなくなり路頭に迷ってしまいますよ。敗訴した以上やむを得ないようにも思えます。ですがクルヨさんと姉ちゃんは4つの不動産を共同所有していて、姉ちゃんの死後持ち分は私が相続しました。それを売れば2800万円くらいになります。2600万円はそれで白物弁済できるはずなんです。事実クルヨさんも訴状で共有不動産の持ち分による白物弁済によって共有状態を解消することとする解決方法でも良いと書いています。今住んでいるマンションはローンも残っていて、売っても1000万円くらいにしかならないというのに嫌がらせとしか思えません。これが大御所芸人のやることでしょうか。実弟氏の嘆きは続く。ひどいといえば、姉ちゃんが死んで初7日が過ぎ、遺骨をどうするか話し合っていた時のことです。クルヨさんが頭を下げるんやったら私が見てあげるというのでお願いしたんですが、高校時代に知り合った2人は長らく帰郷を共にするほど仲が良かったそうです。共に結婚はしていませんでした。これって普通に考えてクルヨさんの自宅に持ち帰ってくれると思うじゃないですか。でも実際にはその遺骨、姉ちゃんが一人で暮らしていたマンションに放置されていたんです。真っ暗な和室にポツンと。結局それを見つけた私が家に持ち帰りました。なおクルヨにも取材を申し込んだそうですが、回答はありませんでした。クルヨさんには師弟ともどもお世話になりました。それなのにこんなことになってしまって残念です。お金借りに行くよ、返しに来るよとすんなりはいかなかったのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。